はい、どうも、ふめだよです。今回ですけども、月地区豪遊動画ということで、毎月恒例のやつなんだけど、今回はね、海外版のガストンを好きなマックスにしてしまおうじゃないかということで、月地区20枚ぶち込みます。はい、その前にですね、スキル5楽しんでいきつつ、スキル5からスキル6になると、どれぐらい成長するのかっていうところもね、ちょっと見ていきたいなと思います。ということでやっていきましょう。まあ、多分、5000枚とか稼げるんじゃないかなと思うんだけど、まあただね、スキル5ってまあやっぱストレスじゃないですか。どうなるんでしょうか。おい、まあ発動は悪くない。こっからロンチェが、ストレスでしかない。終わった。皆さん終わりました。ストレスでしかない、本当に。やったな。全然5000枚いかなくね。最悪なんだけど。4000枚もいかなくね、これ。いやー、まあ4000はいけるか。5000はちょっと無理そうだね。途中でめっちゃミスっちゃったけど、4000枚か。4000枚やないかい。いやー、ダメだ。めっちゃむずい、スキル5やっぱ。スキル5むずくね。スキル5使える人ほんとすげえな、そう考えると。まあ、もっと使っていけばね、慣れてくるとは思うけど、スキル5使ってない勢からするとマジむずいわ。ただこの超ストレス社会、なくなります。スキルマックスにするとなくなります。ということで、チケット25枚ありますが、20枚ぶち込んでスキルマックス完成。ありがとうございます。ありがとうございます。これでもう海外版のガストンセレブは弾けなくなりましたね。ショックショック。さあ、ご用のみでやっていくんですけど、さすがにちょっと万枚を出したいところではあるか。さあ、発動はちょっと微妙だぞ。いやー、ラフキー最悪かよ。うん、まんまいけなそうだね。やってますね。ただ頑張ります。さっき4200枚とかでしょ。もっといけるよ。6000枚やっぱいけるって。6000枚やっぱいける。
いいね。こっからチェーンをね丁寧にしていくことによって、ふざけんじゃないわよ、ふざけんじゃないわよ、マジでなんだよあのスペースは。やられたな。山前無理だこれ一気に無理になったなマジで。ただもう2回フィーバーいけるか。あーまた引っかかって終わりましたね。これ終わったか。すいません、9000枚ぐらいになっちゃいました。やりましたね。すいません、下手くそすぎました。まあそれでも5000枚アップか。よーラストンありがとうございます。いや途中のあのあいつ最悪だったな。はい、ということで、海外版でもねガストンスキルマが一応ね楽しめるようになったんで、はい、海外版はガストンもね使ってコイン稼ぎやっていこうかなと思います。おおちょうど38円、ちょっともう一回やっていい、アイテムなしでついでに。アイテムなしのストレスやばい。よし、サブスム3つ消えるでしょ。いや2つか。ということでアイテムなし9000枚かな。まんまはちょっと無理かもしれんけど、ラスボがないさっきの54プレイぐらいはいけるかもしれないですね。何言って、おおなんでこんな隙間空いてんねんって話です。ガストはね、まあこうやってね使ってますけども、まあね普通に難しいっすよガスト。簡単そうに見えてしまいますけれども、普通に難しいでございます。あんまりちょっと無理だね。まあ、ただはいけますね。アイテムなし9000枚か。いけないやないかい。いけたわ。という感じでガストン強いっすね。なんだかんだなんだかんだ今の環境でも強いっていいっすよね。アイテムなしでこんだけ稼げるですもんね。はい、ということで、スキチケ豪遊ということでガストンに使いましたけども、まあガストンに使うことはねあまりおすすめしませんけれども、まあ、スキルマ前提でまあ枚数が溜まってればですね、まあ使っても
いいんじゃないかなと。まあ、ただでもね、やっぱ常駐積むなんでね、基本的には限定積むに使ってほしい感はありますけども、はい、ということで、まあこれからね、海外版はガストンも、使ってコイン稼ぎできるんで、ちょっとコイン稼ぎの幅がちょっと広がったかなと、いうことで、とても嬉しいでございます。皆さんもガストンスキルマ目指して頑張ってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。